いい月が出てるぞ。綺麗ですよ。うわ、綺麗だ。ねえ。静かですね、しかも。これだけの道のりだから人は来ない場所でしょうね。来ないね。来る必要ないよな、これ。うん、そうっすね。ねえ。よっぽど用事ないと来ないっす。でもなんか久しぶりだからワクワクしちゃうな。3ヶ月ぶりですからね。ねえ。なんかこういうのもなんか久しぶりのような気がする。沖縄は割とこういう道のりみたいなのはなかったですね。なかったね。もう山の中行くとさ、小山君が転がり落ちていくのを思い出すんだけどな。そうですね。あれも伝説的な場面だからな、うん、怪我しなかったっていうのがちょっと信じられないぐらいの、うん、あれすごかったな。わ、動物の骨ですね。クマがいますね。クマ？あ、顎の骨なんで、これクマいます。うわぁ、クマいんのかよ。クマいんのか、やばいなぁ。でもいるでしょうね。むしろ喋りながら行った方がいいかもしれないですね、うん、いや、音を立てた方がいいよ。うん。なかなかつかないな。でもこれ石垣だな。うんうん。ねえ、石垣っす。積んでますよね。うんうん。近いんじゃないかな。カエルが。じゃがらもがら思い出しますね、なんか。じゃがらもがら。行きましたね。ね。初期ですよ。初期。うん。最初期じゃないですか。最初期。山形編ですからね。山形編。まさに。伝説の。伝説の山形編ですよ。あれ、道に出るか？どっちなんですかね。あれ、これ2つになってますね。左か。あ、左か、うん、あった。お、わ、あ、来た。来たね。これだ。これが噂の、うん、で、二股トンネルっていうトンネルなんですけど、別に二股になってないよね。ちょっと向こう照らして。一つだよね。途中で割れるのか。でも割れる必要なくない？うん、ここはかなり有名な心霊スポットなの？俺調べてないからわかんないんだよ。そうですね。有名。で調べるとやっぱり。名古屋の方で聞いてもここは有名です、ね。うん。名前はね、聞き覚えがあるけど、どんな逸話があるのかっていうのはわかんないんだけど。さあ、どうしますか。長いのかしら。長くはない。ちょっと入り口まで行ってみましょうか。うん。二股隧道。また随道、うん、まあ、暗いっていうせいもあるけど見えないな、向こうが。あ、遠いっすね。これ結構長いね。遠いっすね、うん、安倍さん今どうですか。
この立ってる時点で。まあ何人かその労働者みたいな方の姿は見えますね。労働者、うん、このトンネルを作った当時の、だってもう格好からするとそうだと思います。上半身裸みたいなのなんで。うん、なるほど。そう、これなんかよく書いてますね。これ何年って書いてます。昭和31年竣工。31年、60年以上前ですよね。70年近いですね。うん、安倍さんと二人で行こうかな。はい、その通称を朝鮮トンネル、うん、とも呼ばれてるんですよね、ここは。で、事故なのかで、その当時労働者として、うん、働いてた方々がそこに生き埋めになってるって話だったりとか、うん、あるいはもう人柱みたいな、まあ、そんな話が都市伝説的に語られてたりとか。安倍さんといてちょっとじっくり話しながら行ってみるのもいいかな。で、足元も少ない方がいいから2人でとりあえず行ってみましょうか。はい、じゃあ行きましょう。やっぱこういたずら書きがありますね。ですね。で、もうここら辺にさっきいたんで、入り口すぐでした。うん、しますね。極力喋らないでいきましょうか。うん、今聞こえる声はスタッフが話してる声。なしで行きましょうか、これ。ナイトショット。ちょっと待ってください。うん、これは、はい、うん、自然光です。今までのトンネルと違うのは、うん、この落書きとかあるじゃないですか、はい、その書いた人に対してすごく悪い印象を持っていますね。書いた人の印象で、うん、書いた人に対してすごく悪い印象を持ってます、ね、なるほど。ここいたずら書きあるじゃないですか、うん、多分通るだけだったら大丈夫なんですよ。書くという行いが災いを招く。書くっていうことが、うん、何だろうと。なんか変な音でしょうね。うん、声がここまで届くんですね。そうですね。これそうですね、なんかいたずら書きしてないじゃないですか、これら。ない。だからそんなに、なんかね、なんかスプレースロットみたいに聞こえましたよね。シュッシュッシュッってのね。何なんでしょうね、うん、スプレーで描いてる人いないんだけど。鳥かな、鳥いないんだけど、
長いですね。長い。まあ人も来てますね、やっぱりね、足跡あるんで。急に幅が広くなった。うん、うん、やっぱり大勢感じますね。感じますか？大勢感じる。ん？いましたよね、なんかね、歩いて音聞こえましたよね、ザザっていうの。誰かいんのかな、なんか気配がね。うん、この奥足するみたいなね、このザザって聞きましたね。気のせいかな。いや、俺も聞こえました。あ、このコンクリートの上歩くような音聞こえましたね。あ、いないですね。そこは出口かな。誰もいないですね。いない。歩いてたようなザザって音聞こえましたよね、さっきね。こういうの聞こえましたよね。うん、追ってきてる。後ろ今いました。いました。とってきてた。ここは幽霊いますね。いますか。うん、幽霊いる。うん、ここが出口ですね。でもすーん、もう急にね、あの変な違和感がないですね。ない、確かに。で、人はいないと。どうします、呼びますか、戻りますか。戻りましょうか。じゃあ再度戻ります。はい、これね、靴下とか脱いであるじゃないですか。うん、これね、これここ死のうとしたんですね。え、死のうとしてるんですね。ここで、ここで。その昔、まあ実際無理ですけど、うん、あ、死のうとした人の、うん、残りがを感じるんですか。うん、これその荷物ですね。結局できなかったみたいですけど、できなかったのか、誰か見つけたのか。歩いてたんですかね。うんうんうん、結構この心霊スポットで、うん、ね、自殺する人って俺ら結構見てきてるじゃないですか。そうですね。あの死んだんだよなんていうやつ、うん、ああ多分未遂だと思うけど、はい、死のうとしてますね。なるほど。うん、でも後ろから来てますね。後ろから来てる。来てる。ほんと数名なんですよ。大勢いたと思ったのに数名ですね、3、4人。何かをしようと思って来てる感じじゃなくて、いや、見てますね、うん、見てますね。当然俺たちはこうスプレー書きとかしないんで、はい、攻撃対象にはならないんですけど、うん、
まだ後ろから来てますか。来てますんで、二股トンネルっていうのは、その人たちの、今俺は聞いてたんですけど、なんで二股なんだっていうふうに聞いたら、まあ測量技術がやっぱりどんどん発達してきて、こう要は A 地点と B 地点の両方から、入り口出口から進めていくっていうので、二股トンネルっていうふうに要は名前ついたじゃないかっていう言い方をしてます。要するに2つのトンネルではなくて2つのトンネル双方からっていうので二股なんだっていうようなだと思うみたいなことでしたね。で、その人柱の話を聞くと、やっぱあの工事の作業の最中に崩落とか、あと結構ここ暑いんで、いわゆる熱中症とか、そういうのでやっぱな作業中に亡くなってるのが、なるほど、はい、あるようで、じゃあ人柱はどうだっていうと、人柱に関しては、今ついてきてる人たちは一人は知ってるらしいです。そのやっぱこう時代もあるんでしょうけど、一人は知ってるっていうことでした。まだついてきてますか。ついてきてる。ずっとずっと最後はだからこちらが出るまで、最後はだからお経を唱えます。はい、まだ来てますか。もう来ないです。もう結構後ろの方に、まあ俺たちが何もやんなかったから。京都ない時これ入るかもしれないですね。 あるところから帰りですね。いや行きもですね。行きも、はい、途中から何人かがずっとうちらをついてきてて、観察してるんですか。はい、そうでしたね。そのこう俺たちはこうスプレー書きいたずら書きしないんで、そういう攻撃対象にはなってなかったようなんですけど、そのこうトンネルに対して思い入れが強い、まあ、作業員の方だと思うんですけど、一生懸命掘ったっていうのがあるんで、こうされるのがやっぱりよろしく、まあ、当然よくは思ってなくて、ずっと最後まで途中からですけど、ついてきて、また帰りも見張ってたんでしょうか、ね、見張ってるに近いだと思います。はい、もしかしたら結構大勢やっぱりいて、で書く人たちに一人一人くっついてってるかもしれない。あ、だから俺たちが来たのは見てるってのもあるし、書いたらこう出してもらえるっていう、気持ちもあるのかもしれないですね。なるほど、はい、ちょっとねやっぱ変な音とか入るんですよね。ただ反響してるからね、はっきりとした音っていう感じではなくて、もしやっていう感じでは、安倍さんはっきり聞こえてるかもしれないけど、コンクリートね、コンクリートズリってこう、歩くような音とか、でも今までいろんなトンネル行きましたけど、ここまで人里離れてるトンネルってなかったと思うんですよ。電波も大体近くまで車で行けたりして、そうそう、電波もあるし、ね、で先の方なんかね、急にこうジャングルだったんですもんね、看板でポーンとあって、ね、だから本当に置き去られたトンネルっていう、そうですね、寂しい感じしますけどもね。もう作りしっかりしてますよね。しっかりしてる、大きいし長いし、でかいし、ちょっと一部ね、くねってなってるんですけどね。そうですね、やっぱ測量、技術、まあ多少あっても、まあやっぱ人力だからちょっとずれたよみたいなので、直してっていうのは、なるほどなるほど、ここまで曲がってるトンネルっていうのもなかった気がする、ね、そうですね、ごきょんと曲がってますから ね実はなんかその抜けたところにもう一個トンネルがあるらしいんですよ。抜けたところすぐ行ってみる。なんか多分そういうのを見てみたいね。見つけていったら、はい、行ってみましょうか。行きましょう行きましょう、
とにかくやっぱりこんだけ大きいから音がすごい反響するのよ、うん、ちょっとの音で。これ急に広くなるんですね。ここだけね。しばらくと。こっちにも行く道がありそうなんだけど。こっちにも道はありそうですね。うん、あ、こっちにあった。あ、ありました。あ、これは低いな、これ。うん、あ、あれがいますね。コウモリ。コウモリいますね。これもずっと続いてんの？そこそこあると思いますけど、すごく長くはないと思います。カメラ持ってますかね？うん、ちょっとリポートしてもらおうかな。うわわわわ。コウモリ。コウモリがすごいわ。ダメだ。奥が結構あるんですか、でも。今ちょうど、一匹出ましたけど、何匹いっぱいいる。いや、いっぱいいる。いっぱいか。うん。ちょっと見てみる、中。あ、僕は。はい。あ、どうですかね。うん、はい、なんとなく。はい。はい、なんか不衛生な感じするでしょ。うん、ここで行き止まってるのが見えますね。見える？はい。まあ、怖さは感じないけど、一人でいるっていう雰囲気はあるけど。じゃあ一人で行ってみようか、俺。10分15分ぐらい。阿部さん、どの辺がいいですかね、もし自分一人でいるとしたら。出口に近い方がいいですか、こっちの。ちょうど阿部さんが何人かついてきてるって。あの、急に広くなったとこあるじゃないですか、うん、の手前、出口よりこっち側ですね、うん、ですよね、うん、あっちが入り口だとすると、うんうんうん、あの広い空間より出口寄りの方がいいですよね、うん、じゃあそこにちょっと行ってみようかな。はい。まあでもトンネルってやっぱあの世とこの橋とかトンネルはあの世とこの世の境っていうふうには取られるみたいですけどね、うんうんうん、よくやっぱチラ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 いるんですよ。あ、そうですか。人の顔がこうパッパッパッと動くんで。俺も間に一人で一応やっとこうかな。じゃあ了解していく。アーマンド君、アーマンド君で一人で途中で一応、うん、まあ今一緒に行って、うちらも出るからアーマンド君一人でいる。じゃあアーマンド君は途中で太くなるとこあるじゃん。はい。あれよりもちょっと先とか。はいはい。で、俺はちょっと行ったところにするから。あ、とかにしますか、うん、なんか。だいぶこれと天野くんの距離を取るように。はい。で、一切喋んないっていうので。そうですね。うん。はい。じゃあ、うん、じゃあ先行ってきます。うん、よっしゃ。
天野行きたいと思います。以前 MTV との青森トンネルでは僕は一回魂を抜けるという体験をしたので、それ以来のトンネル検証を行ってみたいと思います。確かに、なんか今までのやばいなって思う感覚とかはないかもしれないですね。見た目は十分怖いんですけど、空気が澄んでるって感じかな。あ、ここから広いポイントが終わるのか。極力喋らずに行きたいと思います。
それがリアルなんだよ。トンネルってやっぱり全く問題なく完成しないじゃん絶対に。ああ、まあ、全てに悲しい出来事があったっていうことではないと思うけど何かしら絶対あると思うんだよね。人の念みたいなものとか、あと山もぶち抜いちゃってますからね。ああそうだね、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。コウモリがすごい、うん、なんか思うんだけどやっぱり無理やり感じようとしないことが大事かなと思うね、うん、ただそこにいるっていうことに集中する。そうすると余計な先入観とか、一人になった時に何も考えずにフラットな気持ちでいようっていうことに集中したけど、まあ耳は澄ましたりはしたけどさ、当然いらないこと喋らないようにして、でもなんかそういうことが大事かなと思うね。ここに限らずこれからいろんなとこ行くけど、うん、特別なことは起きなかったけど、うん、起きなくてよかったなって思うね、うん、本当起きなきゃ見てる人を楽しませることできないのかなって思う反面、何も起きなくてよかったなって思うね純粋に。Sorry, hey, hey.